西山がボールを失いながらもパスがつながる。ここもショートカウンターになる。中では芯が待っている。縦に突破に入る。自分で行く中で芯が合わせた。大きな大きな2点目は YSCC 横浜芯のゴール。やはりボールを奪ってからのカウンター、最後は中で芯が待っていました。芯がニアサイド最後飛び込みました。今日右サイドバックに入った